年後のクラブ、フロアの片隅で俺はあくびをしていた。疲れてる。一人の男が話しかけてきた。忙しくって。俺はそっけない返事を返した。疲れ取れるあるよ。男は少し顔を近づけてささやくような声で言った。噂には聞いていたが、ピンポイントで誘われたのは初めてだった。俺はまじまじと男の顔を見た。それに気づくと男はべっと舌を出して見せた。ピアスのついた舌の上には白い錠剤が乗っている。それを噛み砕くとにやりと笑った。いくら？1錠3000円。マジか。俺は3000円と引き換えに小さなビニール袋に入った白い錠剤を受け取った。男の真似をして噛み砕く。クエン酸とブドウ糖だからな。男はそれだけ言うと人混みに紛れて消えていってしまった。肌のラムネ一粒に3000円